ホルムルは、グアテマラのペテン県東部にある古代マイヤ遺跡。ホルムル遺跡は、グアテマラのペテン県東部、ベリーズ国境近くのホルムル川の川西に位置する。ホルムルは、多数の神殿、天文観測所、球儀場などの建造物があるが、今のところ復元されていないため、観光客にとって見るべきものはない。1910年から翌年にかけて、 レーモンド・マーウィンの率いるピーボディ考古学、民族学博物館によって、ホルムールの発掘が行われ、この調査をもとにして、マヤの土器が初めて変年された。ホルムールの土器は、哀気から、イ器までに分けられ、哀気は先古典気候ブイ器は古典気候器に属する。ホルムールブイ器の最色土器は、様々な都市の支配者層の墓から発見されている。 古典気候期の土器に見られる踊る人の図像は、ホルムルダンサーとして知られる。2000年以降、フランシスコ・エストラーダ・ベリによって、ホルムルとその周辺の発掘調査が行われている。この調査では、紀元前1000年に遡る瓦原家が発見された。2013年に、全長8メートル、高さ2メートルのよく保存されたフリーズが発見された。このフリーズから、 ホルムールが邪王国に従属していたことが明らかになった。ありがとうございます。